チャ、これは馬戦です。なんでしょうこの雰囲気難しくしすぎたかもしれない。ピスタチオ風ってよく言われたりもします。なんで。皆さんこんばんは。始まりました、晴れのちショッピング、ウェザーニュースキャスターの小川千奈です。よろしくお願いします。こんばんは、皆さんありがとうございます。はい、今日はですね、メイクさんに素敵な髪型メイクにしていただいたんですけれども、皆さんコメントもありがとうございます。今回の店舗さんはご当地フードさんです。ではですね、早速一つ目の商品、私も気になるのでご紹介していきたいと思います。国産25雑穀米 450g です。実はですね、この25雑穀米、私今ちょうど食べていて、家でも同じのを食べています。あ、スカさん、雑穀最初は抵抗あったけど今は大好きということでね、最初は白米ばっかり食べている方だと慣れないかと思うんですが、今はもう私雑穀米の方が好きで、番組前にもおにぎりとして持っていきますし、あとはこの雑穀米ちょうど私も食べていますが、こう多く炊いちゃった分は冷凍しても解凍した後すごく美味しいのが特徴で、私もこの25雑穀米いつも愛用させていただいております。でさてさて、そしてですね、皆さんも見えますでしょうか、なんとなんと今日カレーが出てきましたよ。でそしてカレーと一緒に、スープ、このスープがあご入りだし使っているそうです。こちらは減塩タイプも選べる5円のあごだしです。卵スープですね、いただきます。これはたまりませんな。おいしい、センシー。だしの味がしっかりとしていて、卵とすごい合いますね。一口飲んだだけでふわっとだしの香りが広がって、味がしっかりしています。あ、お水さん、お、わざとらしくない、成長しました、ありがとうございます。カレーもいただいていきたいと思います。ではいただきます。ちゃーちゃちゃ、これはうませんです。なんでしょうこの雰囲気。うませんです、止まらないですね。私結構野菜が苦手だったんですけど、カレーで食べることができるようになって、そしてね、この雑穀米を食べることで白米よりもよりヘルシーになりました。カレーはね、甘口で辛めというコメントもいただいているんですが、すごく美味しいです。さあ最後の商品は国産無添加干し芋 200g です。バニラアイスと合わせていただきたいと思います。お芋とアイス、意外と私したことがない組み合わせだったなと思います。どうやっていただこうかな。ではいただきます。これはもうね、たまりませんな、美味しいですね。あ、アイスにつけるんだよといただいて、あーすみません。紅はるかを 100% 使用した熊本県産の焼き干し芋、1袋 200g で1980円のところ、今ですね、こう見ていただいている番組の右上の方に半額クーポンがありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。今うっかり半袖クーポンと言いそうになったんですけれども、半額クーポンが今右上の方にありますので、チェックしていただけるとお得に購入できると思います。半袖クーポン欲しいというコメントたくさんいただいていますけれども、半額クーポンです、ぜひよろしくお願いします。皆さんからいただいたポスト、新生活で苦労した思い出について見ていきましょう。
ラーメンはネギ抜き手さん。新生活で苦労した思い出はアメリカに行った時の免許の取得でした。ザ・車社会のあの国で免許を取得するための試験を辞書を引きながら受けること8回かかりました。その後実技で1回一時停止違反で落ちたことは秘密ですといただいています。私免許を自動車学校で最初に取った時に間違って逆走してしまったことがあってニューヨークガールって教官に呼ばれていましたそれを思い出しました。なんか間違って右側ずっと走ってて何やってるのって言われてニューヨークガールって呼ばれてましたねもう今はちゃんと左走れますが、社員さんですか。今年ウェザーニュースライブに入社した直後に水が逆流して賃貸の床一面が水浸しになって避難生活をしたこと。99年の6月生まれの仲間として応援しています。社員さんがツイートしてくださったんですかありがとうございます。今年入社されたということで大変でしたね。水が逆流して床一面が水浸しになった。いや大変ですね。まさか社員さんが、あら、ありがとうございますすごいですね、ありがとうございます。それでは前回の魚住キャスターのイラストを見ていきたいと思います。じゃんいいですね。かわいいじゃないですか。こういうバッグあったら欲しい。皆さん見えますか。センちゃんなら分かってくれるってまゆちゃんは言ってたな。ハノイさんリラックスとか、リラックス、落ち着くとか、これ何ですか。これ何傘にしか見えないんですけど、リラックスかな。頭に何か刺さってますよね。スから始まるもの結構難しいな。でもリノンさん怪しいな。ちょっと難しくしすぎたかもしれないですね。私の作品ができました。はいリノンさんお願いします。よろしくお願いしますリノンさんのちょっとリアクション楽しみだなにゃははわからんというコメントマドさんから届いていますが、リノンさんが出演する際に答え合わせとなります。ちょっとリノンさんに押し付けちゃった感はありますが、リノンさんに任せましょう。朝組のエースですのでね、皆さんも金曜日のリノンさんの放送を見ていただけると嬉しいです。続いてのキャスター企画、個別の企画へと参りましょう。題してセンちゃんの食育ハイ&ローです。こちらの企画は本日紹介した健康的な食品と私の持っている食育アドバイザーの資格に絡めたクイズ企画です。やっていく内容としては、今から出されるお題に対して提示される食品の栄養素などの数値が高いか低いかを比べて予想していきます。見事的中すれば私の食育アドバイザーとして格も向上するチャンスです。大変。それでは一つ目のお題と比べる食品から見ていきましょう。怖いな。まずはこちらです。ででん、カロリー、100g あたり何キロカロリーか、ハイ&ロー比べていきましょう。鶏は確か皮がついているとカロリーがすごく高くなるんですけど、レバーっていうことですもんね。ちょっと牛と豚が心配ですね。豚確かロースがすっごくカロリー高いんですけど、タンとなると牛肉どうなんだろうな。まゆちゃんのカロリー気になる。まゆちゃんの1日のカロリーは万超えてたぞ皆さん、まゆちゃんに関するコメントが多いですね。魚住キャスターのカロリー計算してあげて、高まりさんで、まゆちゃんはね、食べても食べてもね、太らないからいいんですよ。まゆちゃんは、うん、大丈夫で、豚がちょっとね多そうですよね。バラの脂身ですから、部位でねカロリーが全然違ったりするんですけれども、では、自信は全くありません。カロリー順に並べていきましょう。私の回答結果こちらです。豚、牛、鶏、
高い順に並べましたがどうでしょうか。これはなんとなくこうロース脂身ありっていうのがカロリー高そうだなと思ったのと、こう豚肉と牛肉を比較した時、確かに分によってその順位が、変わることあるんですけれども、ただ鶏ね、鶏がちょっとレバーがカロリーどれくらいなのかというのが不安なんですけれども、正解はこちらです。やったー、ありがとうございます。やっぱり鶏肉もレバーになるとカロリーは低くなるんですね。あとは牛肉もね、こう部位によってはもしかしたら豚肉を超える部位もあるかもしれませんし、今回は豚肉が脂身付きということだったので、386kcalもあるんですね。焼肉を食べる時の参考にしたいと思います。では続いて見ていきましょう。てれん、脂質含有量です。脂質か、皆さんも気になっているであろう脂質ですが、スイカはちょっと少なそうですね。ほぼ水分のような果物ですから、アーモンドがちょっと多そうですよね。アーモンドミルクとかもありますからね。コーヒーショップとかに行って、私コーヒー飲めないですけれども、こうミルク買えることができたりするときに脂質とかも結構調べたりするんですよ。私よくオーツミルクっていうのを使ったりするんですが、確かにアーモンドミルクちょっとね脂質が多そうですもんね。アーモンドかピスタチオか、ピスタチオといえば、私あのピスタチオという芸人さんが好きで見に行ったりしましたけれども、今もう解散してますよねピスタチオのライブ岩手にも来たんですよ。岩手の時見に行ったんですけどね、ちょっとこれもね心配ですが、私の回答結果こちらです。じゃじゃん、ちょっとアーモンドとピスタチオが不安なんですが、お願いします。ピスタチオの方が多いんですね。ピスタチオが 56g、 いったピスタチオが 56g だそうです。そうなんだ、結構ピスタチオってケーキとかにね乗っていたりするので、次食べるときじゃあね思い出します。結構これ脂質高いんだよなって思いながらケーキに乗ったピスタチオ食べたいと思います。皆さんいかがでしたか、当たりましたか私の番組の挨拶がピスタチオ風というコメントも届いていましたそうなんですよ、こうね、あの番組の最初によろしくお願いいたしますが、波があってピスタチオ風ってよく言われたりもしますが、ね、やっぱりそこは芸人さんの影響を受けているのかもしれません。では続いてお願いします。こちらです。植物繊維含有量、キャベツ、キクラゲ、レタス、さあ皆さんどうでしょうか。いや、キャベツとレタス、まずどっちかっていう問題ですよね。勘で言うと私キャベツな気がするんですけれども、キャベツってなんか結構ね食物繊維を使ったサプリメントとかにも使われているイメージがあって、キャベツかな。でもキクラゲもすごい多いんですよね。台湾のケンタッキーってキクラゲついてくるよね。あ、そうなんですか。そうなんですか。台湾でケンタッキー買ったことないな。台湾のケンタッキーキクラゲついてくる、へー。そう、キクラゲには茹でてっていうのが入ってるんですよ。そこがねまたトラップなのかなと、ね、キャベツ何個分の食物繊維ってよく言いますもんね。レタスがちょっと低そうな気がするんですよ、とか言って上だったらどうしようと思いますが、キクラゲかキャベツ問題どうでしょうかね。確かにキノコなんですよ。キクラゲはキノコだから食物繊維が多いかなと思うんですが、あの食感でキクラゲ食物繊維なかったら悲しい確かに確かに。レタスは水分が多そう。そう、レタス結構みずみずしいですもんね。キクラゲは 5g です。キクラゲ 5g、 5g しか入っていない。水溶性食物繊維だから茹でたら抜けますよというヒントが、ってなるとキャベツレタスキクラゲ説もあります確かにこうキノコをすぐ洗っちゃいけないとか言いますもんね。水で溶けちゃう。ただその水に溶けるのが何なのか。私の回答こちらです。お願いします。最後なんで、キクラゲ、キクラゲなんですか。あ、キクラゲ 5g って確かにさっきコメントしてくださった方がいたんですよ。でもそれをはるかにキャベツが上回ると思った。キクラゲってすごいですよ。
この問題の回答が明日のみんなの食生活を変える。皆さん頑張りましょう。明日からキクラゲ食べましょう。そうなんだ。キクラゲってすごいですよ。あ、たくさんコメントありがとうございます。キクラゲね、食物繊維が豊富ということが分かったのですごく勉強になりました。髪飾りはですね、スタイリストさんのものになります。私物というコメントをいただいていましたが、ね、素敵なヘアアレンジにしていただいて嬉しい、センシーです。あの絵が気になりすぎて眠れなくなりそうです。その回答結果ぜひ今週金曜日の大島リノンキャスターの放送を見ていただいて、リノンさんがどう回答してくださるのか、どうだろうな。じゃん、巾着です。真ん中にせんべい屋がいるんですよ。嬉しいですね。今日なんとなく私の髪型せんべい屋風ですので、せんべい屋になりきってみました。あとはマユンボウもいますしね、みんな個性あふれるイラストがたくさんいて可愛いです。さあ、こちらがまず巾着をご紹介していったんですが、なんと豪華なんですよ。じゃん、皆さん絶対これは欲しいと思います。スマホケースとかに挟むと絶対可愛いですし、キラキラホログラムステッカーです。これは絶対欲しい。これが全部来るのではなく、どれかランダムで何種類かと、あとは巾着がセットで来るそうなので、ね、こう皆さんのお手元に届くのはどの、キャラクターなのか楽しみにしていただけると嬉しいですし、もう応募期間終わっちゃったということなんですが、今回伸びたということで、もうちょっとね、期間が伸びたそうなので、知らなかった、欲しかったのにという方まだ間に合います。ぜひね、このステッカーとこの巾着、皆さんのお手元に届くと嬉しいです。コンプリートしたいというコメントもいただいています。ぜひね、私もなんかどっちも欲しいです。巾着も絶対使えますし、こうバッグの中にね、ハンカチとティッシュを入れる時も絶対使うと思いますし、そうなんです、巾着いいですよね。ということで皆さんありがとうございました。この後ゆっくり休んでください。ではバイバイ。